はい、どうもクエスです。ということで、ついに指針原文の方実装されましたのでね、今日はねもうね3万円ぶち込んできましたということではい、一応天井まで引く予定ですけども、まあ道中でね、まあ引ければそれに越したことはないんでね、まあね引きながらちょっとねご紹介の方していこうと思います。ではね、まずステップ1130で引いていこうと思います。ではでは。でね、鉄壁の守りということでね、玄武さん守備がすごく高いです。あ、まあ、とりあえずステータスの方ねちょっとちゃちゃっとね見ていこうと思うんですけども、体力の方がですね全体の39位となっておりまして、ラブリー属性だと7位でちょっとだけ低いんですけど、まあそれでもやっぱね、あの守りがねすごい高いんで、全然ね低くはないかなと思います。で、攻撃なんですけど、攻撃に関してはちょっとね、まあ守備がね、あのベックが一番攻撃高かったんで、攻撃の方はねちょっと低くなってます。なのでピーチパンサーの次でね、7008だったかなになってるんですけど、まあそれでもなか、あの守りに関してがね、あの全体1位でね、ラブリー属性でも1位ということで、圧倒的守備力ということになってます。確かね2番目の赤耳ガメが、いくつだったのかな、数字ちょっと忘れたんですけど載せときますね後ではい、まあ、それと比べてもねすんごい高いんですよね。その守備力でこの体力だったら、まあかなりね、硬くなってると思います。はい、なんか説明してたら全然引けてないなガンガン引いていかないとちょっと時間なくなっちゃうんで、ですね、それでね、ちょっとねすごいのがさ、まあ、自分ラブリー属性ね全然持ってないんで、今回ねそれもあって天井まで引こうかなと。まあでもあれだね、指針はね4体全員ゲットしたいなと思っておりますんでね、まあ青龍と朱雀が来た時も多分天井まで引くかな、余裕があれば引けない可能性もあるんですけどね。はい、で、まあ、何がすごいかってあれ、玄武はミラクルが100必要なんだけど、 MP が一応30、アクションが30あるんで溜めやすいかなと思われます、比較的ね。うん、でミラクルの性能が 686% のダメージを均等割りする全体攻撃になってますね。これだからまあ全体、まあ、5で割っても、まあ、まあ5で割ってもまあどっちどっちか、まあ、でもこれどっちかっていうとなんだろうな、このダメージよりその後の効果の方が結構優秀だと思うんですけど、火ダメ 80% 減少した状態で自分が攻撃対象じゃなければかばってくれるということらしくて、しかもそのカバーを 90% ダメージが減少するらしくて、あれ今何のフォト引いたんだ見えなかったぞそれでですね、なんだ、あ、そうそう、次ね得意技なんですけど、得意技の方は威力はまあ 120% といつも通りですけどね、3体以上敵がいると高確率でぼんやりうっかり状態にしてくれるということらしいです。はい、で待機スキルの方もこれまたサポート寄りな感じです。全体の余ダメを 10% 増加してくれて、さらに余ダメの 15% 分体力回復がついていると。これが100% の確率で2回やってくれるので、あ、2ターンね、2回やってくれるし2ターン持つんで、ヒーラーがいなくてもなんとかなるのかなと。高火力パーティーでね、まあ、火ダメの 15% 分なんで、まあ、大ダメージ与えればその分回復できますからいいんじゃないかなと思います。相変わらず出ないね何の演出もないです。はい、で、特性の方が体力が 100% 以上の時に、あ、100% の時に、余ダメが 25% 増加して、ラブリー属性の味方の火ダメを 10% 減するってなってるんですけど、これ自分の火ダメも減少されるのかな、ラブリー属性の味方って書いてるんで、これどうなんだろうな。そうだよね、
多分、もし違ったら訂正していただけると嬉しいです。はい、それと、奇跡特性の方で4ダメが 10% 増えて被ダメが 15% 下がると、ここでもね耐久が上がると、奇跡特性解放すると、体力が 90% 以上の時に毎ターン 10% 回復と、これもまたすごいですね。フォトで回復しつつ、あと耐久測定、耐久スキルか、耐久スキルで回復したりして、まあなんだろう、粘ってね、ミラクル貯めて仲間をかばってみたいな感じで、なかなか強いですね。優秀だと思います。やっぱ指針はね強いね。3倍です、ここスッとこなんで、ここで来てくれないかな。いや、演出なんもないな。どういうこと。あ、虹色だ、今虹色だってね。ってことはフレンズが来たのかな。これは全部引けたんじゃないか。いや、すり抜ける可能性もありますけど、多分引けたんじゃないかな。最近本当になんだろう、キモフレのガチャ全然お迎えできてないんで。どうですかね、来てくれてると嬉しいな。来ないな。誰だ、誰が出たんだ、マジで来ないんだけど。来た来た来た、おっしゃ、来ました、ゲンブちゃん。ゲンブはなんか亀と蛇のあれらしいですね。俺もちょっと詳しくは知らないんですけど、なんかそういう感じらしいです。来ました、北方を守護する者ゲンブなり、降りかかる厄災は我が大自然の守りで打ち払ってみせようぞということで、なんかね今やってるイベントのね、御朱印集めじゃない方のイベント、お耳狐と、なんだっけ、蛇食いわしのイベントでもゲンブさん出てきましたね。ちょっとびっくりしました。なんかそう、御朱印集めの時に洞窟に行ったじゃないですか。でそこにゲンブがいた、その洞窟だったみたいですね。お耳狐ちゃんとかが今いる洞窟が。なんとっていうね、びっくりしました。であれだね、多分その肩掛け風潮とかんざし風潮が なんで洞窟のことを知ってたかって、多分そのゲンブがいるから知ってたんだろうね。それでなんか急いでるみたいな感じだったんだろう。うん、多分ゲンブに見つかると青龍にねまた何か言われるんじゃないか的なね、多分そう2人は思ってたんだろうね、きっと。だからなんか急いでたんだろうね。そこら辺ちょっと面白いよね、うん、風潮コンビはなんかもうなんか指針にこき使われるみたいな感じのイメージがすごい、まあ、青龍にこき使われるって感じか。だからその指針とはあまり関わりたくないんだろうね、きっと。まあでもね、騒いでねゲンブを呼んだって感じでしたけど、なかなか面白いストーリーですよね。はい、ではね、どんどん引いていきたいと思います。何も演出なかったら飛ばしていこうかな。うん、はい、何もなかったね。はい、ということで次も引いていきます。演出はなしということで、なんかすげえんだけど。こんなことあんだね、星にばっかりだけどさ、フレンズ8体ってなかなかレアじゃないかな、これなかなか見ないですよね。はい、ということで次行きたいと思います。あ、確定音来ましたね。オラキさんしていく、これはちょっといいっすね、金枠ですね。 OK です、これは玄武来たんじゃないか。ワンチャンすり抜けでマンモス来てくれても俺は嬉しいんだけどな。アメリカビーバー、イエイ。
お、フォトだ。なんでしょう。あ、アルパカのヤーツ。お、南コアリクイちゃん来ました。誰ですか。あ、原文2体目、ありがとうございます。とつれました。オッケーオッケーオッケー、いいっすね。ラブリー属性、あの自分ね本当にいないんで、一番持ってるあの数が少ないんでね、もうタンクとしてバリバリ活用させてもらおうかなと思います。お、夜演出来ました。ありがとうございます。未来さんもいる、安心。いいですね、安心の星4フレンズ演出です。アルマで、はいはい、オグロヌー。相変わらずオジロヌーとオグロヌーを間違えそうになるんですよね。うん、ダメだな。ヌーコンビも好きなんですけどね。お、アメリカレア。お、来ました。誰だ。お、アルパカセリさんいらっしゃい。なるほどなるほど、すり抜けましたね。マンモス来てほしかったな。すり抜けるならマンモス来てほしかった。マジでマジでマンモス来てほしい、うん、すり抜けるならマンモス希望です。はい、アルパカセリさんでしたね。はい、ということで、あと5周ですかね。はい、やっていきましょう。お、マジですごい。嬉しい。ありがたいね。誰だろう。オフラミンゴ、はい、フォトですね。まあ、星2とか星3のフォトも、あの、お、来ました。あー、大風潮いらっしゃい。風潮の話してたからね、風潮コンビの。うん、大風潮来たね。はい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 、やっぱすり抜けるね。うん、相変わらずすり抜けは多いみたいですね、やっぱり。うん、まあそうだよね。あの 0.8% で原部出て 1.2% ですり抜けますからね。そりゃすり抜け多いわ。うん、はい、ではステップに行きましょう。はい、押しちゃおう。多分大丈夫。虹色の演出とかはなかったはず。あったかな、わかんないけど。タップしちゃいました。はい、じゃあこれも多分演出なんもないんで飛ばしちゃいたいと思います。はい、こんな感じです。ということでステップ3いきましょう。ラキさん走っていく。あ、金色だね、ワンチャンあるかもね。はい、こんな感じでございます。ということでステップ4いきましょう。あー、演出なさそう。なんもないっすね。はい、ほい、ということでラストいきたいと思います。ほい、お、夜演出通して跳ねた。ラッキーさんも走っていく。これは玄武だろ、これは玄武が来るはず。あの最後って確か確率上がってるよね。あ、上がってないんだっけ。お、さあ来い、よし来た、ありがとうございます。よーしよしよしよし、アメリカビーバー。お、フォトもね、いいね。あ、めっちゃ星4フォト出るじゃん。え、マジ、え、マジで。お、すげえ、ありがとうございます。なんとついけんだこれ、やべえな。お、アルマーね。はーい、オッケーです。ありがとうございました。いいですね。嬉しい。普通に嬉しい。ということで、ね、確定枠、引いていきたいと思います。多分、5体ゲットできたのかな？フォト枠5まで上げれるかな？はい、ありがとうございました。ということで、ね、最後にね、あの、少しだけお知らせの方させていただきたいと思います。ですね、お知らせの方にも書いてますし、あの、前回の動画でも少しお話ししたんですけど、ケモフレ3のね、運営さんがね、8月から変わるということで、まあ、現在も共同でやってるらしいんですけども、
そのことについて少し動画の方を出そうと思っておりますんで、日曜日に投稿する予定です。もし興味のある方は、そちらの動画も見ていただけると嬉しいかなと思います。はい、ということで今回大勝利したのかな、わかんないですけど、まあ、天井まで引いたんでね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。それでは。